アメーバブログをご覧の皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。はい、ということで、武井さんとちょっとブログを、あ、ブログですね。また間違えた、またしません。動画ブログを撮りたいと思います。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね。ちょっと毎回、こう、いろんなネタを知って、話してもらってるんですけど、そうです。結構みんなにバレンタインデーのことを聞いちゃって、ホワイトデーにこうお返しする際に、なんか、どういうものをお返ししたことがあるか。ホワイトデーのお返しか。これ以前なんかライブで言ってたんだな、ありましたね。うわぁ、全然ね。キャンディーの。はい。キャンディーの。あ、なんか、クローズね、なんか、クローズでみたいにいっぱいバーって言ってる、なんか、カラフルな、はいはいはい、もう、大体返したことあります。へぇー、どんな女の子に、はい、子供の時ね、子供の時ね、うちの子の時に、返したらなかった。でも、なんか、ホワイトデーって、なんか、飴返すっていう文化があるんですよね。そう、ちょっとだって、飴なんですかね。僕は完全にそれ知らなくて、普通にチョコレートを買って、ありがとうって言って、義理をたくさんもらってたんで、義理返しというか。チョコか、でもチョコか、飴なら全然いいですよ。ウロボロスのアミさんは、なんかホワイトデーに家をお返ししたんです。家家を買って。どういうことで言ってました。家を買ってあげたらしい。ウロボロスのアミさんは。マンション。マンション。シルバニア・オフィリーです。家を買って。そんな感じですが、まあ、リースとは、次も裁判ありますよね。あります。今月末かな。今月末です。なので、また楽しみに、また見てください。見てください。ということで、サンクスダブルと、リースの、叫び